おはようございます。現在時刻は、4時半を過ぎたところです。これから硫黄岳の山頂を目指して歩き始めます。はい、それではスタートです。前回の動画はテント場に到着しテントを張って寝るところまででした。今回はテント泊の2日目でオーレン小屋を出発し硫黄岳を目指します。その後はまたオーレン小屋に戻ってきてテントを撤収して桜平に下山です。はい、歩き始めました。硫黄岳の山頂までは1時間半ほどです。朝なのでね、まだ気温は低いですね。はい、頑張って歩きます。はい、ちょっと暖かくなってきたので上着を脱ぎました。足元は岩の道ですね。ちょっと起きたばっかだから気をつけながら歩いていきたいと思います。はい、オーレン小屋から30分くらい歩いてきて夏沢峠の小屋が見えてきました。はい、夏沢峠に到着しました。これからですね、ちょっと今は爆裂火口が見えてるんですけど、はい、硫黄岳ですね、山頂を目指します。1時間弱くらいですかね。はい、登っていきます。はい、山頂までの登りですね。はあ、結構足元もザレ場っぽくって、よいしょ、登りも急になってきましたね。はい、森林限界を超えました。ちょっと風も強くなってきましたね。爆裂火口が見える。すごい。うわ。すごい。なんじゃこりゃ。はい。頂上まではあとちょっとです。後ろにすごい爆裂火口がすごいくっきり見えてます。すごい。はい、山頂が見えました。はい、1時間半ほどですね、オーレン小屋から登って到着です。
硫黄岳の山頂に到着です。ちょっと後ろがうっすらオレンジがかっていますね。はい、後ろに見えているのは爆裂火口ですね。標高は 2760m です。はい、初めてのテント泊で登ってきました。昨日はまあテントの中でよく眠れたので今日も調子いい感じで登れたかなと思います。それにしてもやっぱり爆裂火口が迫力がありますね。景色はちょっと曇り気味なんですけど、これから硫黄岳山荘の方に行ってちょっと休憩してからまた天気がね良くなるのを待ってみたいと思います。はい、これから少し下ったところにある硫黄岳山荘に行ってちょっと休憩をします。はい、硫黄岳山荘に到着です。ちょっとね山荘なのでマスクを着用しました。はい、硫黄岳山荘を出発して歩き始めました。ちょっとさっきよりは晴れてるかな、お日様も出てきたかなっていう感じですね。硫黄岳の山頂に戻ってきました。硫黄岳山荘で休憩してちょっと晴れないかなって待ってたんですけど、さっきより天気が雲がね出てきて景色が全く見えなくなっちゃいました。うわー、もうちょっと粘って景色ねもっと綺麗に見たいんですけどね。はい、ちょっとですね山頂で晴れるのを待ってみたんですけど、なかなかちょっと晴れそうにないのでそろそろもう下山をしていきたいと思います。はい、これから大連小屋まで戻ります。硫黄岳からは大連小屋から登ってきたルートとは別のルートで下ります。はい、赤岳から、赤岳じゃないわ。は
はい、硫黄岳から赤岩の頭までずっと降りてきました。ここから大連小屋を目指して樹林帯の中を歩いて戻ります。はい、大連小屋が見えてきました。はい、大連小屋が見えてきました。テント場に戻ってきました。これからテントを撤収します。ではテントを撤収していきます。昨晩降った雨はほぼ乾いていたので軽く拭いてそのまま畳みます。こんな感じで逆さまにして中の虫やホコリを外に出します。ポールを外します。撤収は設営よりもスムーズにできたかなと思います。はい、なんとかね撤収完了できました。はい、今大連小屋を出発しました。ザックにね詰め込みました。テントとかも畳んで、いやー、まだまだパッキングとかはねちょっと改良が必要ですね。もう最後入らなくなるんじゃないかっていうくらいでもうぎゅうぎゅうに突っ込んでおります。いや、テント泊まだまだ攻略にはね時間がかかりそうです。はい、ということで来た道ですね、大連小屋までの道は行きと同じです。どん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 下っていきます。はい、ということでお家に帰ってきました。実はですね、あの登山口のところでエンディングを撮ろうと思ったんですけど、もうねアブがいて、もう止まってこう撮影しようものならアブがこうくっついてきちゃって、もう怖くてちょっと撮影できずに、はい、帰ってきました。で、やっぱりテント泊をやってみて、今までずっと小屋泊しかしたことなかったんですけど、テント泊だからこそこうもやっぱり一人でねこうゆっくりのんびり過ごす時間も多くなりますし、よりもう自然に近いところでねこう泊まることができて、あーすごい楽しいなっていう風に感じました。で、こちらの様子はですねピークスという雑誌で取り上げていただいておりますので、皆さんぜひぜひちょっとね買ってほしいです、ピークス。はい、なんとですね9ページ載るんですよ、まあ、私のページが。はい、で私ちゃんと文章とかもこう慣れないんですけど書いてるんで、はい、ぜひお願いします。はい、最後ちょっと宣伝になりましたね。はい、ということで今回はこのあたりでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。